展示室外観茶室棟、一滴庵地下2階フロア、竹中大工道具館は、竹中公務店が、兵庫県神戸市中央区に1984年に開設した企業博物館である、大工道具を収集、保存することを目的としている、日本唯一の博物館である、1984年の開館から2014年5月までは、 神戸市中央区中山手通り4にあった旧館で活動していた。開館から30年を経過し、建物の老朽化が進むとともに収蔵庫も手狭になってきたことから、JR 新神戸駅、近い神戸市中央区熊内町7の竹中工務店、本社跡地に新築、移転し、2014年10月4日から新館での展示が一般に公開されることになった。下記の通り、 木造建築に使った道具や、日本の伝統的な木造建築の木組みなどを展示しているが、手に触れることのできるものや、原寸大での復元模型なども多く用意して、五感で感じてもらえるような工夫を凝らしている。縄文時代から昭和までの木造建築に使った道具の実物や複製を年代順に紹介する、展示を行っている。カンナやのみ、ノコギリ、墨がかり道具などのほか。 石符や鉄符なども収集、展示している。2014年10月の新館移転時点で約3万500点の資料を収蔵している。釘をほとんど用いずに建築する日本の伝統的な木造建築の木組みの技術を間近で見られるように展示されている。そのため、原寸大で再現した展示を行っている。鎌倉時代の工事現場を描いた絵巻物が、 タッチパネルに触れることで動き出し、大工道具の使い方を解説する映像の展示もある。ベテラング大工や木工作家が教える形で、木工教室などを開催し、木工作業を体験できる。建物は、鉄筋コンクリート作りの地上1階、地下2階建てで、延べ床面積は約1884平方メートルあり、中山で通にあった旧館の、 1> 約1.8倍の規模へ拡大している。中庭に面した土壁は平らな壁を小手で削って凹凸をつけた半畜壁と呼ばれるもので、西宮神社などでも用いられている伝統的な技法を左官職人が手掛けて作り上げたものとなっている。また、この中庭の表面には江戸時代に使われていたダルマ用を復元して調整した瓦が敷き詰められており、中庭自体も 伝統技法を再現したものとなっている。さらに、大徳寺玉林院にある茶室、美野庵を模した茶室棟、一滴庵も作られている。その他にも、漆喰や奈良県産の杉材なども用いているなど、施設の建造物そのものも復元した資料のような形になっている。ありがとうございます。